皆さんこんにちは、安です。今回はですね、ソフトチューブのモジュラーを使って、ビブラート、モジュレーションホイールをね、こう、ホイール入力して、それに、まあ、あの、連動する形で発生する、そのビブラートの作り方なんですけれども、あの、以前やったですね、あの基礎的な音の作り方ね、基本的な音の作り方の中でもうすでにビブラートを作ってますよね。でもね、あの、それとはね、ちょっと違うビブラートなんですよ。あの、基本的なところでやったのは、こう、まあ、中心の音があって、それに対してビブラート、こう、 かけるとこう音が前後に揺れるっていういわゆる普通のまあシンセットとかまあミディキーボードとかねあのこう買った時に最初についてるようなそのビブラートなんですよ。あの低い方高い方とこう両方にこう中心の音にを、まあ、まあ押した音を中心にしてねこうやって揺れるっていう前後に揺れるっていうねタイプのビブラートなんですけれども、えー、今回はそういうのじゃなくてこう押した音ですね。 押した音のこのこ,うこう上側ですね、高い方の音だけにこう揺れるっていうビブラートをね、あのー、作っていきます。でこれ何に使えるかというとですね,、あのー、ギ,ターですねギターの演奏をまあ模した感じでやりたい時に、あのー、まあ使えると。 でね最近のギター音源だとまああの高機能な、ね、ギター音源だとねあのそういうビブラートがねついてるやつもあるんですよなのでまあちょっとそれを文字だを使ってやろうと <laughs> いう感じで作っていきますということでまあちょっとあの <laughs> まああの簡潔に簡単な音を出す仕組みだけ作ってしまいましょうとえー、どれだ LFO これ「自知」 ちちっちゃいんだよね <laughs> ち,ちっちゃいからさなんかこういししでいいかな。<laughs> でまああのとりあえずその最低限の音が出る仕組みは、えー、作っていきましょうゲートをね。ねえー、でこれでとりあえーえーえー、ず。 えー、音が出ると。で、えー、まあ、ピッチベンドですね。以前やりまし、あのー、まあ、基本的な音の作り方のところでやりましたけれども、あのこのね、CVE のミキサーを使って、あのホイールとまとめてやると。えー、で、ここか。お、お腹が鳴ってる。<laughs> んああいいのかいいのか。で、これであのもう、まあ、モジュレーションになるわけですけど、まあ、ちょっとスピード上げようか。 うるさいねちょっと待って <laughs> 今はモジュレーションホイールで倒してますけど倒せば倒すほどこうかかるどんどんこうっこれがあの前回作ったあのモジュレーションなんですけれどもこれで今回はそのギターなんかに使えるこう上の方にしか揺れないっていうですね 上の方にだけ揺れる、えー、ビブラートなんですけれどもあのモジュレーションホイールでその,のそのその電圧の変化ですねあのもちろんあのピッチが上が上るわけですよあの例えばねちょっとこうこうあの直接 CV2 にねモジュレーションを使うとこれでモジュレーションホイールをこうに倒していくとこんな感じでねでもう戻すと。 あのこういう感じであのピッチをのこう変化させると、えー、いうものなのでうーんとあもう一間、よしであのこれをねあの合わせてやるんですよすごくね簡単です。<laughs> あのあれね CV ミックスのところにねモジュレーションをねこうつないでやるんですよ こ,これモジュレーションホイールの情報ってこっちに行ってるでしょこの CVE に行ってるじゃないですかあのオシレーターを揺らしのやつのねあの LFO の,のそのアンプの方の LFO とつながってるアンプに、えー、行って操作してますよね。でそれとは別にもう一個あのこの CV ミックスにねこれモジュレーションの情報を直接入れてやるんですよ。これで あの揺れながらモジュレーションしながら音も上がっていくっていうゆっくりの方が分かりやすいかなこっちにしようかくけいはんああねモジュレーションホイールを。 倒しながらやっていくまた今戻してますけどね戻しながらですけ、ね、どああまあこう揺れてるのがこう中心の音ごとこう揺れたままこうずれるってことですね。うん、っていう状態なんですよでこれでまあちょっとあの調節してやろうと。で、えーまあ、例えばそのあピッチ。 はでしたねこれであの全音のピッチベンドになってるとうんねっで、えー、モジュレーションの方なんですけどまあこっち半音にするとしましょうえー、でねそれをねあのここであの CV のミキサーの方でねあの調節しますえー、っとね 半音だとね、なんですね。で、あのー、モジュレーションのそのこうホイールをね倒していくその変化量も合わせてあのやっていかないとですねあのこれモジュレーションのこう揺れる幅が、まあ、例えばこれ半音だとしたらそれに合わせてやっていかないとモジュレーション倒して いくとこうどんどんギュイーってこう上がりすぎちゃうんですよねそのままだと。であのもうこうやって減らしたんだったらこっちもモジュレーションの方の情報もちょっとあのこう小さくなるように設定し直してやると。でこれが、ね、0.23なんですけどまあ半音で揺らす半音で揺らすっていう場合だとあのこの設定になりますね上が。 えー、0.38で、えー、モジュレーションのそのままの情報が0.23倍ですねこれで倒すと今鍵盤直接押してますけど、まあ、こうなってるでしょあのラソラソになってるでしょ モジュレーション本位全開で倒すとね同じになってますよね。でえー、あのそうそうだからあのピッチをね確認する時にねこれちょっと振り返してゆっくりにして今みたいにゆっくりにして句形派でやってやるとあの合わせやすいです。でまああのちょっとこう適当に速くしてで波形も三角波にして。 ピッチベンドをかけ。みたいなのとかが、その、まあ、ベンドを使いながら。 みたいなねあのー、感じのいわゆる普通のギターの演奏でこうやる時のようなそのビブラート、えー、っていうのをあのここでモジュラー申請でもあの再現できるというえー、っとねうんそんな感じですね。あのモジュレーションホイールからの情報も直接こうこ,こでプラスしてやると加算してやるっていうのがまあ肝になりますね。 ちょっとそういう,こうピッチの上にしか揺れないあのギター音源にくっついてるようなビあのモジュールビブラートを再現したい場合はちょっとこんな風にねあの組んでみるとあの再現できますのでねあのちょっと必要な方必要な時にですねやってみてくださいということで終わります。ごご覧いいたた。だきありがとうございました